始めたいと思います。釈迦印戦争です。最初の写真は釈迦、永久釈迦印像で、まあこれだけでもいろいろと話ができそうな、ネタです。この、台座のところに町村金吾北海道知事というのがあって、その町村金吾北海道知事というのは、あの戦前の警察庁の、警察の偉いさんで、過激派から目の敵にされてたとか、だから町村金吾のところ削ったとか、それで過激派逮捕されるとか、まあ、いろいろネタがあるんですけども、あのちなみに町村信孝さんの、最近亡くなられた町村信孝さんの、あのお父さんに当たられます。あの町村牧場とかも関係があります。これはあの近代で作られた想像図です。あの和人、あの基本的にアイヌはあんまり画像を、自らで残しておりませんので、で例えば、まあ、アイヌの画像ってこれも結局あのアイヌ絵っていうのは、まあ、基本的にはあの和人が自分のイメージで描いたものですね。アイヌ絵だけでも結構いろいろと、できます。これはあの函館市立博物館に、所蔵されている一周列像のうちの、月の絵です、はい。で、こちらがイコトイです。これ多分、あの、いくつか写本とそれが原本があって、まあ、近年、あの、武山村に、保管されている、原本が日本にやってきて、まあ、あの、一部の間では話題になったかと思います。これについてはまた機会があれば、あの、全部のあれを見ながらいろいろと、議論ができるかと思います。で、いきなり本題あるわけですけど、釈迦印戦争、まあ、一般には釈迦印戦争といえば、あの英雄釈迦印が立ち上がって、和人の騙し討ちにあって、最後に悲惨な目にあったというそういう話、それからまあそれ以降アイヌ、あの、まあ、前期アイヌ文化と後期アイヌ文化でならば、あの和人へのあの経済の傾斜といいますか、和人に対する従属性が増していくという契機で捉えられますけども、あのまあ、釈迦印戦争についてもうちょっと詳しく見ていきますと、あのこういう感じになってきます。まあ、基本的な話をちょっとしますと、こうなってます。あのまず、このメナシクルとシュムクルの対立。だからもともとはこれ、アイヌ同士の争いがあったんですよね。あのもともと、メナシクルの科目隊員と、シュムクルのオビニシという、2人の人間の争い。これはまあ結局基本的には、当時のアイヌでこういう何が問題起こるかやったら、あの川の漁業権ですよね。もう川に沿ってこういうふうに漁業権が設定されてるわけであって、これをまあイウォールってわけですけども、大体これの、争いになってきます。まあ当時、すでに、なんとなくアイヌといえば、あの川で酒を取って、というようなそういうイメージだけで捉えられますが、要するにこれ交易品にもなってくる、交易品なんですよね。だからまあ、あの実はかなり深刻な問題になってくると。で、あのメナシクルの科目隊員が、殺害されます。これがまず始まりです。それに対して、報復として、あのまあ、科目隊員がおさびとトップやったんですね。ところがその科目隊員が殺された結果、報復として、あの科目隊員の部下であった、釈迦印が、今度はシュムクルの鬼菱を殺害するという事件が起こります。これがエスカレートしていくわけですけども、その結果、鬼菱の影響者のウタフは、今度は松前藩に仲介を依頼しています。だが拒否されました。これ、あの実は意外なんですが、松前藩が、積極的に釈迦印のところに、釈迦印を侵略しようと、そういうふうな考えなので、どうも、松前藩は、当初は中立、不介入、これを、まあ、あの決め込んでたみたいです。松前藩っていうのは結構あの不安定な、ところで、この頃も若い藩主は続いて、領内ではもうボロボロになってるんですね。松前藩って基本的には藩政はボロボロなんですよ。あの藩主は長生きしないし、あの体が弱くてすぐに死によるし、あの、過労は過労で派閥があって、ものすごい、あの、ドロドロの利権の絡まった、ものすごい、あの、お家騒動は続いて、最後の方には、親類の一柳とか、柳生藩は、あの、江戸時代中期頃に、あの、松前藩から養子を迎えてるんですけども、柳生藩が、もう、あの、松前藩潰したがいいですよ、言うて、あの、江戸幕府に訴え出るぐらいにもうボロボロで、だから、実は松前藩って、
愛のが何かあった時に動けないんですね。で、ウタフは松前に仲介を要請したんですが、断られちゃいました。で、こうなると、ウタフが病死した時に、結局ウタフはこの松前に仲介するために松前まで行ったんですが、その帰り道に彼は病死するんですね。そしたら釈社員が松前藩による毒殺というデマ、これは松前藩がデマを流したんですが、松前藩が毒殺したというデマを釈社員が流したんですね。この動き、この辺の釈社員戦争を非常に狭く見てみますと、どっちか言ったら松前藩がアイヌ同士の争いに巻き込まれてしまったというイメージの方が強いです。で、この釈社員が流したこの毒殺、ウタフは松前で毒殺されたんだというデマが一気に広がって、それを見て釈社員が立ち上がるんですが、それにかなりの広範囲のアイヌの同調が見られたんですけども、結局すべてのアイヌの救護には失敗すると。結局尾本よりも大きなあれにはならずに、和睦に、持ち込まれるんですけども、その和睦の場で釈社員は暗殺されてしまいます。まあ、いわゆるこれは騙し討ちですよね。で、この騙し討ちというのは後々かなりアイヌの間で語り継がれたようで、それから百何十年後に、ゴローニンがやってきたときに、ゴローニンが松前に捕まるんですけども、その時に、ゴローニンの通訳であったアレクセイ・マクシモービッチという、ウルプアイヌが、実はこういう話あるんですよ、言うて、昔、和人の、アイヌが、北海道のアイヌが立ち上がった時に、松前藩が片っ端から騙し討ちでぶっ殺したんですよ、と。あいつら結構エグいですよ、って話をして、ゴローニンがさーっと顔色青くなっていくのを見て、やべえ、と。こんなやっぱやってる俺ら捕まったのか、と。言うて、それを見て、マクシモビッチ、アレクセイ・マクシモビッチは、ちょっとすいません、ちょっと行き過ぎました、言って、いうシーンがあるんですけども、釈社員戦争における騙し討ちっていうのは、おそらく、かなりの、インパクトを当てたことは間違いないです。で、これは、松前藩サイドの記録から見た釈社員戦争なんですけども、もう少し違う視点から見たって記録が実は残ってるんですね。それを記録に書いたのが杉山義成という人物です。杉山八兵衛という名前で、知られてますけども、このきっかけっていうのは、釈社員戦争においては、津軽藩、それから盛岡藩、これも一応、軍事動員を、出されるわけですよね。要するに、松前に隣接している津軽、青森県西部の津軽と、それから青森県東部を含む、盛岡藩、南部藩ですね。これに対して軍役がかけられると。ところが松前藩サイドは自分のところに入ってこられるのを、拒否する。まあ多分松前藩の中身がボロボロ、いかにボロボロかってことは幕府にバレたら、下手したら取り潰しですからね、これ。結局、最後の方にはこれ取り潰、最後の方を言いますか、しばしば松前藩取り潰しの危機になってます。要するに藩政が乱れすぎってことで。もうこの頃は実は藩政ボロボロに乱れとって、松前藩は蝦夷地の入ってこられたら困るというわけで拒否するわけです。で、そこで、津軽藩としては、自分のところに軍役かけられたのに、いきなり拒否されてなんやねんということで、スパイを潜入させるんですね。で、スパイに選ばれたのが杉山義成。杉山八兵衛という名ですが、彼実は石田三成の、孫にあたります。同時に、当時の藩主、津軽信平のいとこにも当たります。要するに、石田三成の、次男の息子が吉成で、それから石田三成の、娘の子供が津軽信平のね。石田三成の娘、辰姫は津軽家に嫁いでますから、だからそういう感じで、石田三成の、子孫が、この釈社員戦争に絡んでるわけですけども、この杉山吉成、家老になる男ですけど、後に、もともと杉山家は、石田三成の次男の、孫が家老になって、この人が家老になって以降、代々家老を継ぐ家になりますが、彼が津軽アイヌを引き連れて蝦夷地に潜入します。津軽藩は、アイヌが、おったんで、ちょうど通訳にちょうどよかったですね。ただ、かなり危険な任務であります。で、彼は、石狩の羽生風、あるいは余一の八郎右衛門という、アイヌの有力者と、当時、そのアイヌの有力者は彼は総大将、あるいはこっちの字を書いてますけども、
総大将と呼ばれた人々、彼らと相次いで会談していきます。で、まあ、このハウカセ八郎右衛門は釈社員には関わらず、携わらず、かといって和人にも携わらず、いわば中立の立場を、取った、アイヌであって、まあ、だから釈社員戦争を言ったら全アイヌだというイメージがあるんですけども、まあ、実際には、結構この石狩のハウカセ余市の八郎右衛門のように、中立を守った、要するに松前藩にも、釈社員にも、まあ、関係しない、そういうアイヌが、おったということがわかります。だむしろそういうアイヌは多分、主流であっただろうと。これ津軽一等史という本に収められると、その第4巻が確か津軽一等史は基本的に藩士なんですけども、その中にこの、杉山義成のこの報告書が挟まっておりまして、ありまして、それは現在新北海道市に、収められていて、現在我々それを見るとはその津軽一等史を、見るのがあれですね。で、その津軽一等史を、によると、アイヌの不満というものがはっきりあると。要するにそれは米と酒の霊との悪化。だから昔三代目の、松前金広の頃までは、非常にいい栽培をして、非常にいい攻撃をしていたと。いいパートナーだったと。ところが、三代目の金広は死んだ後、米と酒の、レートが悪化していくと。当初は、酒100に対して、サーモン100に対して、米が、2国か、2国。ところが、最終的に、それが 0.8 国。に、までになってしまう。要するに、倍以上に、値上がりしているの、米が。まあ、これは、アイヌ勘定といって、はじめ、1、2、3、4、10取るときに、はじめ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、終わり言うて、2匹ちょろまかしたとか、そういう話をされますけども、実際には、内地に比べて、米が非常に高くで売れるという話であって、別にアイヌが、数は勘定できないとか、そういう話では本来ないんですね。ただ、アイヌ勘定言ったら、始め終わり1、始め1、2、3、4、5、真ん中、6、2、7、8、9、10、終わり言うて、3つもちょろまかしたやつらもおったとか、そういう話になっていきますけども、実際にはそういう問題ではない。米が、内地に売るよりは高くで売れると。で、さらにそれがどん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 と、アイヌ側に不利な、条件になってるというのは事実です。実はそれがアイヌの大きな不満説なんですけど、もう一つの不満は、砂金採掘による、砂金漁場の荒廃。で、その背景としての商い場地行政という問題が出てくるわけです。まあ、商い場地行政ってまた詳しく説明しますけども、ざっくりの話、ざっくりアイヌの、不満の原因だった現状を今、事情を言いますと、商い場地行政によって、要するに、交易相手が選べなくなると。適正な交易ができなくなって、結局松前藩に、交易相手が、集中してしまった結果、松前藩の言いなりにならざるを得ないと。というのは、もともとアイヌの交易相手というのは、要するにアイヌサイドから出かけていった場合、これを、浄化交易制度と言いますけども、松前などの上、お城まで、城下町まで、出てって交易する場合、アイヌは津軽藩、南部藩、場合によっては秋田で松前、こういったあたりから選べたんですね。ところが、アイヌは地行政になると、松前藩がアイヌの方に出かけてって交易をすると。そしたら、こういったものが消えていくだけでなく、松前藩の中でも、競争原理が働かずに、結局、独占化が進むと。要するに、アイヌの窓口は、その商い場として、まあ、設定されている、その武士だけ、そいつだけに、その、松前藩士、あるいはその松前藩士と下請けになっている商人、そういった、ある特定の
人物としか交易できない。結果、アイヌにとって不利な、交易体制が出来上がってしまうというあたりに、どうも最大の不満があったようです。ということで、まあ、一応、釈迦院戦争についての、大雑把な、流れというのはそういうことになります。釈迦院戦争の原点は松前藩側にはないんですか？まあ、原点というか、競技の原点で言いますと、もともとのきっかけはこれなんですね。だからアイヌ同士の争いが松前藩の収拾不可能な事態に転がっていたと。ただ、まあ、その背景に全く松前藩の問題がないかといえば、当然あるんだけど、直接的なきっかけ自体はこちらのこういう問題であると。ただしこれは松前藩サイドの言い分なんですけども、松前藩の言い分ではアイヌ同士の争いから釈迦院の戦争が起きたと言ってるわけ。そうですね。おそらくそれはそんなにほども外れてないと思うんですよ。要するに直接のきっかけはこういうメナシクルシュムクルの争いから起こるっていうのは。鮭の数量なんですけどね。はい。何万というような単位なんですか？この貿易に使うのは、交易に使うのは。この漁業権をめぐる対立とか言うけども、その時の鮭の数いうんですかい、はい、とかみたいなのは、何万というようなオーダーなんですかね。場所によります。ああ。石狩川になると、まさに、かなりの量になりますね。石狩川。これ、瀬川拓郎さんが、一応まとめてはるんですけども、はい、酒のあれとして、ま、多くなると、満単位になってきますよね。ちっちゃな川でも、満単位で上がりますよね。うん。もう例えば私の見てる範囲でもそんな感じですよね。一面川が波打つんですよね。鮭の上を歩いて渡れるなんて冗談もあるぐらいで、それは内地の人が思うのよとは全然違いますね。これは後の方もっと整えていくんですけども、要するに漁業の仕方がまたアイヌの場合はこれは資源管理のあれもあって、なんか棒でボコボコ頭殴ったらあかんとか、それから上がってくるもんしかあかんとか一応あるんですよ。それを網でバッサリ取ると漁業関係それが崩れてきて問題起こるわけで、中小河川の主目に守護所があったと言われる中世に、はい、無別ですね。はい、無別、うん、あそこのとこに茂辺神川とか茂別川って呼ばれるのが流れてるんだけど、もう外なんて、もう本当に凄ましい量の鮭、今でも上がってきますんで、まあ、放流してるせいもあるんですけど、まあ、あんなちっちゃな川で、昔からよく取れてたみたいで、まあ、石狩川なんてなると、凄ましい量が上がるんでしょうね。うん。それがまた支流に分かれていくわけで。この鮭というのは、どういう流通ルートで最終市場はどこなんですか？消費される市場は。この頃、基本的には東日本各地、特に江戸ですよね。じゃあ、一旦松前で。松前集められて、最終的には江戸の方に、江戸とかに向かいます。あれだけじゃないんですけど、当然。一応東日本の方に多いんちゃうかな。当然、東日本各地やったら、当然、実はそれぞれの川にそれぞれ鮭が登ってくるんで、やはり江戸が中心じゃないかなと思います。あれですね、網野義彦さんの言う、東と西の語る日本の歴史で、ブリ文化圏、鮭文化圏と分ける考え方です。近いですよね。で先生ね、ちょっと教えてほしいんだけど、場所請負い制度になる前、はい、城下町交易制の時は、はい、その城下町っていうのは松前だけなの？いや、違います。少なくとも、弘前、それから秋田、うん、それから
八戸とかそちらの方まで来てます。行っていいわけだよね。行っていいわけです。別に悪いという定めはないわけで、相手に対するそういう支配権ないですからね。逆に自由に行かせるべきであるという思いやってるぐらいです。いやいや、だから、どういう法理で、要するに松前から先行っちゃいけないってわけでしょ？だから法理的に言ったら、要するに、アイヌに対してじゃなくて、秋田とか津軽とかに対して手を引けと。じゃあ引いちゃったの？まあ、引くわけですよね、これ。うん、だから、なんかむちゃくちゃですよね。だから津軽としたらちょっと待てよという気持ちは強いでしょうね、これ。うん。津軽アイヌいますしね。うん、南部にだっているでしょ、南部アイヌ。います、います。うん。下北の方に。で、下北の方は割合早くに、同化されていったんですけども、津軽のは結構残るんですよね、あれ。ありますね。これ非常に面白い問題なんで、今度またゆっくり教えてください。どういう、やっぱ何、ね、わからない。まあ、津軽藩からした、多分津軽藩一番不満持ったんちゃう。秋田の方は多分、佐竹に変わった段階で、もう、あまり多分興味なかったかもしれないけども。うん。多分、津軽は面白くなかったんちゃうかな、と一番。でしょうね。松前藩の方には、アイヌに対して、津軽の方まで取引に行くな、という、そういう、力があったということですか。結局あれは津軽の商人に入ってくるなということなんですか。松前藩領に、松前藩領にとりあえずまあ基本的には江戸幕府の方から松前藩だけに限ると、アイヌとの関係は松前藩に限るという、うん、形で国印状です。で、要するに、まあ、アイヌとの交易を保障する国印状、まあ、将軍代があることですけれども、それが松前藩に下されると。そこにとかいろいろとこう決まりがいてるんだけども、まあ、逆に言ったら、それが松前、要するにそれがあるやつができると。で、それが松前藩だけ渡されてるという形ですかね、これは。徳川家康が出したという国印状ですか？そうです。あれ、ずっと、家康、秀忠、家光、イエスの中ずっと代々出されていくんです、あれ。うん。この中身一緒で。じゃあ、津軽アイヌとの交易権は津軽持ってないの？持ってるでしょ？逆に津軽アイヌに関しては津軽藩ですね。うん。ただ、結局、津軽アイヌ自身は、どっちかやったら、津軽の中にこう、組まれて、同化が進んでいっていって、どっちかやったら、ああいう北海道のアイヌとはだいぶもう生活様式も違ってきますしね、うん、アイヌが津軽藩をやっていくことなくなりますから。アイヌって主食は何なんですか？米は取れないですよね、北海道ですから。交易で米を手に入れてます。若干だけど下手くそな雑穀農業してますね。うん、大葉入りのね、球根とかからでんぷん取ってますね。取ってますね。よく言われるのは、薩摩文化期よりも農業は後退してるんじゃないかってことは言われますよね。言われます、言われます。むしろ農業を捨てちゃうというか、そうですね、薩摩文化期には比較もうちょっとあるんですね。じゃあ交易で食料を手に入れるとすると、交易品を結構作ってることですよね。それのメインが酒ですよね、一つは。で、それより以前は、例えば、酒、それから、エゾニシキ、あるいは、ガラス玉。鷹の羽、ラッコ、そして昆布。そういうもん、そういうもんですね。それとも大陸からの交易、あるいは、自家生産等で、やってます。多分ラッコなんかは多分交易でしょうね、あれ、千島へのと。松前藩の収益源は何なんですか？それですよ。それです。アイヌとの交易です。交易を仲介するんです。うん。
じゃ松前藩もアイヌも交易に頼ってたということ。そうですね、うん、だからアイヌ自体がマージナルマンであって、そしていわゆる松前藩に継承される渡り島的世界っていうのはまさにマージナルなわけですね。うん、だ松前藩自体はもうマージナルですよね。そうですね、明らかにマージナルマンですね。だって渡り島自体がマージナルマンでしょ、松前を含む。もともと、もともとだって諏訪大明神へ言葉に渡り島絵図がありますね、うん、それで日本語がかろうじて通ずるけど訛りがひどくて、日本人だか要するに日の本唐子だか分かったもんじゃないみたいな、うん、まさにマジナルマンなわけですよね。そうですね。諏訪大明神へ言葉にはその渡り島の根拠地が2つあると。1つがマトウマインヌだと、まあですね、それからもう1つがウスリケスリだと、うん、薄消し函館ですね、これね。まあ後のシステムともよく対応するわけで面白いですね。まさにマジナルマン、マジナルマンですね、あれそんなから松前藩出てきたらね、あれ松前藩基本的に最初無駄かですね、うん、で江戸大王と言われてるし、うん、で藩主じゃないんですね、当主なんですね。だから大名制度からは若干外れてるわけですね、最初はね、うん、まさにマージナルマンということで、要は交易でしか生きられない松前藩と。でその交易の主体がどこかによって、まあ、段階を分けますね、あれ。そうですね、ある意味その交易システムのが変更された後の不満っていうわけですね、アイヌ側は、うん、それが、そうですね、それがベースに あって、八花伝はアイヌ同士の合鎮だっていう理解でよろしいんでしょうか、うん、はい、そうです、ありがとうございます。そのメナシクルとシュムクルというのは、これは地域のこと、村なんですか。まあ、ざっくりとメナシ、東の地域と西の地域ということですけども、メナシが東で、シュムが西で、この場合、そんなに広い範囲じゃなくて、おそらく同じシベチャリ川の中の、東西にこう流れる、こう流れるシベチャリ川のこことここなんですよね。で、まあ、シベチャリ川がこう日高のこう流れてますから、まあ、東と西いうことは、まあ、逆に言うと上流と下流の関係になるんで、当然これ上流と下流で喧嘩するんですよ。取りすぎ、要するに先はこう登ってきますからね。ここが、シュムクルで、ここがメナシクルですから、当然これ基本的にメナシクルはシュムクルに不満を持つ。要するに要するにここのところの漁業管理がうまくいかなかったら、これ当然博多に容易に結びつきます。で、さらに和人との攻撃始まると、シュムクルも、まあこれ下流の人間はもうガッサガサ取っちゃうんですよね。で、もう一つ、酒でこれ難しいのは、和人とアイヌは酒の使い方が若干違うんですよね。和人は塩酒にするわけです。で、塩酒はある程度身に栄養がある方がいいと。だから下流の方が有利なんですね、和人との交易は。それに対してアイヌの自家生産はどっちかというと上流に来た方がよくて、要するに完全に、川を遡った、ほっちゃれとか、産卵終わったやつらとか、ああいうやつらの方が、から酒には向いてると。だから、それでおそらく、だいぶ、多分、発令期は起きるだろうなと。で、これね、アイヌ同士がね、対立したときに、これを調停する、そのアイヌの中の上位権力、それはないんですか、部族長とか。いや、要するにここの部族、これとこれをこう、統括するようなものはこの、ここではおそらくなかったんでしょう。で、松前藩に朝廷頼むわけですね、自分たちの中に上位権力がないから。いや、それはちょっと中任制の理解
から言うとそうじゃなくて、中任制っていうのは上位権力に持ち込む、で上位権力にの法廷で、まあ、裁判ではなく調停してもらうっていう方法もあるけど、もう一つは近隣の義、近所の義っていうやつがあるんですよ。要は当事者じゃない近隣の有力者が調停に来る。これは日本の中任制も一緒なんですね。うん。だから上位権力がないのはこれは明らかなんだけど、近隣の義として出てくるのがいないっていうのが特徴ですね、今回アイヌの内部で。うん。まあ、静内アイヌですよね、これ日高アイヌ。そうです。日高アイヌの中でも特にこう中心的なのがここの川ですよね。うん。で、おそらくその二大勢力がはあのはあの喧嘩しちゃったら、多分このメナシクルとシュムクの両方に顔を利かずいなかった可能性ありますよね。うん、だからちょっと近隣の族長が出てけるレベルの戦いじゃなかったんでしょうね、これ。うん。おそらくそうじゃないかなとは前から思ってたんですけど、それぐらい大きい勢力なんでしょうね、これは。これはそうでしょうね、このメナシクルもシュムクルも。それこそここを調停しようと思ったら石狩川のなんとかとか、うん、そういうのが出てこないといけ収まらないぐらいの有力者と考えた方がいいのかなと、と思います。多分この日高地域の方に多分二大勢力だったと思うんですよ、うん、思います。とんでもない戦争で、内乱ですよね、内部の、うん、ものすごくあれですよね、もうしかも殺し屋になってるしね。だから工藤会と山口組とか一話会だと山口組の内部の構想のすごいのとか、そんな感じですよね。うん。でアイヌ同士がね、対立してね、殺し合ったの分かるんですけど、それでなんで釈社員がその松前藩に対して立ち上がるんですか。結局不満が溜まってるからでしょうね。発火点はこれなんですが、それ以前から、川、砂金の採掘、あるいは鷹狩りによる森林の荒廃とか、多分結構大きいのは、砂金掘りっつうのあれ、川床を争うから、砂金を取るアイヌにとっては、実は砂金掘りって、死活問題なんですよね。でそれがこの釈社員戦争の直あたりに結構入り込んでるんですよ、ダーッと。でその砂金取りは和人なんですか。アイヌは砂金取らない。砂金は少量は生産するけども、やはり酒の問題もあるんで、その辺生態系を無視してガソッと突っ込めるのはやっぱり和人でしょうね。アイヌにとっては結局その川をがっそり掘り込ったらやばいっていうのはありますからね。要するに、ね、砂金専門業者とか砂金専門のアイヌとかそういうのはいませんから。あとあれでしょ、和人の砂金の掘り方はそこのありそうなところ、そこの土、こんなゆり板でやるなんてだけじゃなくて、こんな火を作ってドーッと流して分離しちゃったりすることも、うん、相当泥とか出して産卵床とかがなくなるわけでしょ。うん。酒も大きいですよね。それから金掘りって相当怪しい人多いですからね。いろんな問題も起きてたと思います。うん。このもアイヌの問題ってやっぱり環境問題で大きいですよね。大きいですね。アイヌの。まあ、部族いうんですか、相互に同族意識みたいな、そういう連帯意識みたいなのはないわけですか。ありますよ。ありますが、ただ例えば日本の戦国時代と同じですよ、その辺は。だからそうね、戦国大名クラスはいないけど、黒人クラスがひしめてる感じですね。うん、そうですね。支配領域的にはそうですね、国衆がいっぱいおる感じですね。国衆がいっぱいわーっといて、それ以上統合されない。
まあ、現在はそういうふうに見られてますよね。昔はなんかあの、特に道東の方にはあの異国というのように東、うん、あの道東全体を支配した巨大なものを想定する解放を見直さなきゃいけないんですけど、現在はそれやっぱり国衆レベルがダーッと占めているというふうな見方の方が見方されてます。だからそういうのをみんな集めてオールアイヌというわけにはいかないと。いかない、うん、その次のその石田三成の孫が出てきてましたね。はい、石田三成いいですね。この人はな、何藩主でしたっけ。津軽藩。津軽藩。弘前にいたあれですね、津軽藩の家老ですね、この人は。で、あの津軽信平のいとこです。うん。津軽信政だったかな。こういう感じです。この二人があの関原後にあの津軽藩に囲まれて、で、こういうことになりました。これ商人ですか、藩士ですか、どっちか、蝦夷地へ渡って。津軽藩の藩士が、藩士であるこの杉山氏なり家老ですね。彼がわざわざ蝦夷地まで潜入していろいろと調査したのが津軽一等氏です、うん、この人は別に松前藩の立場に立ってるわけじゃないんですね。レポートは 逆です。松前藩を批判的に見てると。そうそう、うん、あのいろんな松前藩側で出てこない情報てんこ盛りです。うん、松山は多分隠したかったことを全部ばらしちゃったみたいな。うん、そんな感じですね。うん、この杉山義成のレポートの中に、この米と酒のレートが悪化してるとか、そうそう、書いてあるわけですか。そうです、そうです。それから松前の悪性とか、あの結局、あの明らかに、あの、家老の柿崎が、あの、力を持ってきて、柿崎何やったかが力を持ってきて、津軽相当悪いと考えてますね。この商い場地業制というのは松前藩のシステムなんですか。そうです。これ松前藩が考え出した、まあ、松前藩が考え出したというか、まあ、あの松前藩が考え出した、あの要するにあのあれですよ、あの米が取れないから、あの 藩士に対して商い罰を与えて、でそこでの交易の上がりを、いわゆる地業に、あの地業高にするというあれです。上げながら地業様があります。であくまでこの字が示すのはあくまで商い場なんですけどね。だからまあ交易拠点を与えて、その交易拠点でのその上がりを、まあ、その藩士の淵にするという、そういう形です。でそこにその津軽とか秋田や南部の連中は入ってくるなと。そうか、それ以前は入ってきた、あの、津軽と入ってきた時点では要するに、松前、それからあの弘前、それから、まあ、あの八戸などの、秋田、まあ、こういったところにアイヌがこう言ってたんですよね。うん、でここで攻撃していると。だからあの松前藩から見たら松前城下にアイヌがやってきて攻撃するんですけども、アイヌからすりゃ選択肢あるわけですよね。それは江戸地のアイヌが船で行く渡るわけです。そうです、そうです。あ、酒を持って、うん、うん、酒とかそういうさまざまな大陸との交易品とかを持って、ラッコの皮とか、そこそこ、まあそこそこの規模の船を彼ら持ってるんで、ね、でこれを松前藩内で交易制ということにしようとしてるわけ。うん、要するにあのまずこれはこっちじゃなくてこっちですね。要するに弘前とか秋田とか八戸でのに対しての交易を認めないと、うん、あのただこれこの段階のポイントは、あの江戸幕府の命令はアイヌにはずっと取らないですよね。アイヌに命令できないですよ、うん、
彼らは一応日本の外側ですから。だから逆に言ったら弘前秋田八戸に対して今後攻撃をするなよと。でだからしばらくの間は多分松前にその大体愛前後して15世紀16世紀17世紀の、前半あたりで要するにこのアイヌの中のいろんなところを商い罰を設定してそこで攻撃をすると。要するに松前にアイヌは組んじゃなくて松前の方からアイヌの方に出かけていくと。でまあだんだんこれでアイヌの方が不利になりつつあったわけですね、攻撃条件が。うん、あとそれから1643年にまあ北海道では駒ヶ岳が噴火していて、これがどう影響あるのかなという話は、なかなかすごい噴火だったみたいで、大沼はその時にできたっていう説もありますね。うん。山がなんか、こんな。山岳崩壊ですね。山岳、明らかに山岳崩壊しますね、あれ。あれ、松前にも、ものすごい大規模だったんですけども、まあ、アイヌにとってもものすごい大きな、多分影響だったはずで。あれが1643年で、ちょうど松前金次郎が亡くなると一緒なんですよ。うん。で、松前金次郎までは非常にいい政治だったというふうに、まあ、アイヌたちは吉なりに訴えてるんで、金次郎は死んだ後、若い当主が続いて、家老が力を持っていくんですよね。で、家老の派閥争いが始まって、松前派のガバナンスは失われていくと。いや、駒ヶ岳の噴火と、まあ、山体が崩壊するして、大津波が起こるんですよね、確か。うん、それっていうのは噴火湾一帯がとっても困ったことになるし、特に昆布とかしばらくダメになる可能性ないんですかね。ありますよね。つうか多分昆布とか多分酒もかなりの被害が出るんちゃうかなと。特に昆布での主産地ですからね、うん、駒ヶ岳までは江山から駒ヶ岳までが主産、江戸時代、まあ、あと函館から恵山までが本場所、うん、恵山のあたりが黒口浜、それから駒ヶ岳よりが白口浜って、まあ、まあ最上級昆布なんだけど、そこら辺がもうドシーンとダメになったらアイヌ側も収入ないし、そこら辺のアイヌは、それから松前藩もとっても困るんじゃないですか。困りますよね。松前藩の損害って結構でかいと思いますよ、これ。うん、そうすると松前藩は政治権力争い、要所の藩主だからってだけじゃなくて、もう財政がデロレロになっちゃうかもしれないですね。うん。で、問題はそういう時に、財政がボロボロの時に要所の藩主が続くっていうのは、やっぱり大きくちゃうかな。こういう時にリーダーシップを取れない。結局、釈迦戦争も指導したのは松前康弘という旗本ですからね、これ、うん。江戸から派遣された。そうですね、江戸詰めの方ですね。うん、本国の方はもうほとんど宿老衆クラスがみんな比較的対等に近い一族ですよね。そうですね。だからひょっとすると、家老筋に乗っ取られる可能性だって強いわけですよね。うん、事実上乗っ取られてますよね。乗っ取られてるわけで。だからなんかどうしようもなくなって、江戸詰めの方の、要するに奉公衆ですね、室町でいうと。奉公衆が乗り込んでいくわけですね、これね。最終的に確か家も、もうちょっと後に、結局安弘の子孫が結局乗っ取っちゃいますからね。そうですね。そうなんですね。奉公衆が乗っ取るわけですね。うん、それでも収まらない。まあ、むちゃくちゃですね、松前藩。むちゃくちゃです。見調べてびっくりしました。いや、こんなひどかったのかいなと。火山の院でしたっけ？火山の院だったっけ？ぐっちゃん、はい。火山院系からルーザーになっているのですね。またそれがまた松前でぐっちょんぐっちょんやったりして。もう、ともかく、めちゃくちゃ。やっぱり駒ヶ岳問題大きいですね、時期的にもね。大きいですね、これ。ちょうどほんまに松前の曲がり方の時にタイミングよく噴火してくれるもんやから。
大雑把な、基本的な知識でしかないんですけども、まあ、アイヌの中をざーっと見て、それ自体の歴史をざーっと見ていきますと、まあ、縄文族、縄文文化というのがまずあります。まあ、旧石器から始めるべきなんですけども、まあ、1万数千年前より縄文土器が出現し、これ、縄文文化っていうのはいや、これなんか、日本列島、ちょうど現在日本人、北海道から沖縄本島を、縄文文化を追ったんですよ。この縄文文化って、いつも疑問に思うんだけども、同じ縄文文化でええんかな一応、これ、文化的には共通性あるって言ってええんか、意外と日本って広いでと思うんですけど、どうなんでしょうね、これ。縄文、弥生文化は北海道では、成立しなかったために、族縄文文化が続き、まあ、その後、サハリン、北千島、北の方に、進出していくと。ただ、北千島への進出、サハリンの進出、これはいつ頃なのかっていうのはちょっと議論が、分かれるところですよね。で、薩摩、族縄文文化、薩摩文化へ移ります。薩摩文化、まあ、一般には本州の弾き文化の影響を受けて、6世紀から7世紀に出現してくると。どっちかというと、薩摩文化の方は、本州の影響、で、その頃、沿海州のオホーツク文化人が南下してきて、このオホーツク文化と、それから薩摩文化が対立、あるいは、共同、いろんな形を取りながら、資源の利用を、まあ、その交易のためにいろいろ支援をする。だからまあ、オホーツク文化と、薩摩文化人はオホーツク文化人と、和人の間に挟まれる形で、まあ、交易をする。ヤバネの供給、あるいは鉄器の獲得、それから日本海交易で、この薩摩文化、あるいはオホーツク文化が終焉するのは、日本海交易の発達によって、移入陶磁器、つまり薩摩文化というのは、この薩摩土器と言われる、薩摩土器と言われる、こういうこすった文様のある、こういう土器を、薩摩土器と言うんですけども、まあ、日本海交易を発達してきたことによって、移入陶磁器を使うようになると、独自の土器を使う必要がなくなると、そこだけ薩摩文化っていうのは終わるんですけども、これは、まあ、一つは薩摩文化が終わって、アイヌ文化へ展開していく。で、アイヌ文化へ展開していくときの一つのポイントは、自らの土器を作らなくなるんで、彼らの遺跡が分からなくなってきて、アイヌ文化へ展開するしていく時期っていうのは、いわゆるミッシングリンク。要するに遺跡がカラッと減っちゃう。薩摩文化は、こういう掘った手を作るわけですけども、この掘ってそこに建てると、縦穴式住居を作るわけですけども、アイヌ文化は平屋のところにこう柱を建てるんで、それでも、そういう面でも遺跡が、見えてこないと。それから、札幌大学の、長谷川拓郎先生は、このアイヌエコシステム、つまり、薩摩エコシステムというのは自給自足、それに対して、交易の方に重視を、するアイヌエコシステム、アイヌとの、まあ、エコシステムの環境との関わり方で、アイヌエコシステムというのは自給自足ではなく、交易の方に偏重する、そういうシステムが作られていくと。先ほど、金子先生がおっしゃっていた、あれですよね、要するに薩摩文化に比べてアイヌの方がより農業から脱農業、薩摩文化の方がむしろ、農業が盛んだったというのは、薩摩文化、薩摩エコシステムというのは基本的に自給自足なんですけども、自給自足の上に、まあ、交易も行う。アイヌの場合、まあ、ほぼ交易に、偏重するという、そういう特色があって、まあ、薩摩文化から、アイヌ文化への展開というのは、要するに、システムの問題であると。だこれ、アイヌ文化と言い方すると、アイヌはこの時に始まったんであって、まあ、最近特にいろいろネットとかいろんなところで、まあ、アイヌに関する話が出てくるんですけども、そういうところではしばしばこのアイヌ文化という言葉を使うことによって12世3世紀頃にアイヌが入ってきたという、そういう錯覚をさせることがある。いや、薩摩文化も、族縄文文化も、まあ、アイヌの社会なんだから、このアイヌ文化っていうのを、例えば瀬川先生は、ニブタニ文化というふうに言い換えるんじゃないかと。で、それに対して、いやいや、このニブタニというそういう特殊な地名を逆につけると逆にまずいんじゃないかという議論もあって、このアイヌ文化という言葉を、
どういうふうに扱うのかっていうのはちょっと議論になっているところではあります。アイヌ文化の成立に関して言いますと、先ほどのアイヌエコシステムの、成立ですけども、まあ、これは要するにこれを広告で見ると考古資料が非常に少なくなっていくと、まあ、独自の土器政策を中止したことが大きいと、先ほど言った高齢ですよね。で、もう一つは、このアイヌ文化の成立が難しいのは文献資料の欠落、つまり音楽への関心の喪失によって、この頃の文献資料も非常に断片的になっていくと。で、ただその断片的な資料から浮かび上がるのは活発な交易活動であり、中国史の方の、資料では、13世紀頃に、サハリンへの進出が見られると。その中で、サハリンに進出していく中で、まあ、さまざまなサハリンの、まあ、民族との、サハリンの人間集団との軋轢、それによる元との、介入、元の介入と元との交戦、いわゆる 北の蒙古襲来といわれるんです。これ現在では北からの蒙古襲来という形で日本列島の北の方で送っているこの蒙古襲来というのは、これ90年代初っ端はこの、北からの蒙古襲来というのは要するに、モンゴルの挟み撃ちではないかと議論があったんですね。要するに北からの蒙古襲来論、北海道があって、こういうふうに日本列島があって、サハリンがあって、90年代のイメージでは、文明の駅、港湾の駅、それから、北からの蒙古襲来と、日本を挟み撃ちにしようとしてるんじゃないかというイメージなんですけども、現在ではこういう見方を取らずに、ここにいるアイヌの人々はそもそも、アイヌ、あるいはここ、むしろこれがこういうふうに上がってきて、さらにこういうふうに移動してきた、それに対して戦ってるんであって、北からの蒙古襲来というようなもんではない。要するにこうモンゴルはこういうふうに攻めてきて、こっちを伺ってるんじゃなくて、どっちかやったら、後進出的な愛に対して、元が、ちょっと防御している、管理下に置こうとしている、そういうイメージであって、つかむしろ、もともとこの辺に住んでいた二部部族が、元に対して SOS を出して、まあ、それによる介入、あるいはそれに対する反撃、まあ、こういったものであって、ここから一個の話とは切り離すべきであるという議論が現在ではむしろ中心になってきています。13世紀には、元民との朝貢関係の樹立がなされているということは、サハリンへの定住が成し遂げられたと。いうことで、まあ、おそらくサハリン、アイヌがサハリンに進出するのは13世紀頃だろうということはほぼ間違いなくて、で、対馬への進出になると、もうちょっと後になるだろうと。まあ、現在では、ラッコが出てくるやっぱり15世紀頃になって、実際に、遺物的な話でも、北対馬、まあ、ウルップ以北に、アイヌが進出していくのは、やっぱり15世紀に入ってからかなというふうな見方はされています。ということで、まあ、この辺、私もあまり詳しくはないんですけども、まあ、大雑把な流れはこういう感じができます。まず、縄文土器なんだけど、まあ、縄文土器テイストのものが沖縄本島ぐらいまで出るのが確かなんだけど、やっぱり、東日本と西日本、特に九州とかのテイストはだいぶ違いますよね。違いますよね、多分。北部を中心にして、むしろ韓国南部の串目門土器の影響も受けてるわけだし、沖縄本島あたりから縄文風土器は出てくるんだけど、時代が何世紀かずれるんだよね、そのテイストがね。だから全く影響がないわけじゃないんだけど、なんだかの影響はし合ってんだけど、風土器って言った方がいいのかもしれない。ただ先島諸島になると台湾式土器ですよね。うん、やっぱり大きく宮古と沖縄本島の間で切れちゃう、これは事実ですね。それから先生は薩摩からアイヌへの移行が13中心に考えてらっしゃるけど、まあ、12かなぐらいからゆるゆる起こってきて、それっていうのは
南西諸島においてもやっぱり10人ぐらいっていうのが非常に大きいわけですよね。11、12、13、要は鉄が入ってきて米が入ってきてっていう、要するにグスク時代への移行期、北端と南端が同じようなことを起こってくる。おそらく何らかの東アジア の、 あのグローバルシステムっていうのはその時できるわけでしょ。そうでしょうね。同時期に日本には国家管理貿易が終わって私貿易になる、高度官が廃絶する、博多に逃亡ができる、日本に銭が少しずっと入ってくる、そんな時代ですよね。 なんかこうグローバルななんか変動があって、その中で北方では後にアイヌと呼ばれる人たちがそれまで受け入れてきた、例えば熊送りみたいな北方志向というかオホーツクの影響が強く受けるところから南を向いちゃう、でそっちとの交易のエコシステム作るって感じなんでしょうかね。おそらくこれ東アジア の全体のなんか変動で、特に日本列島でも当然それがあって、あの後のアイヌって言われる人たちは南からのとうまくこう活用して北に攻め上っていくっていうか、あれ北への範囲を広げていくって感じなんでしょうかね。でしょうかね。いや今度あの、今なんか札幌大学の瀬川先生が、瀬川さんの言ってることよう分からんだ私は。いや甲州藤原市と蝦夷地というなんか科研費を出すらしくて、そうそう、私もなんかそれにあのもし通ったら参加してくれ言われとって、あれでしょ、蝦夷地は甲州藤原王国の一部であるなんて言い出すんでしょ。京塚が出てきたからっつって、私もそれに加担します。えあと凍っちゃった。そんなの言ったらって、探検隊がいて日の丸立って言ったらそこは両国なのかってことですよ。欧州藤原氏だったら他にもいろいろいるやろになぁと思うんだが、私もあんまり知らない欧州藤原氏。岡君にも出てきてもらう。多分キャンプちゃいますかね。ずっと中村先生の家計にもずっと来てくれてあったから。本当、はい、いや私は報告すると、基本的にほとんど歴史ないからもう好き勝手に喋ったけど、岡さんが出てくると嫌なところ疲れるんですよ。彼はやっぱり歴史屋だったんだ、すごいな、偉い。だから、ね、岡さんが出てくるとなんかチク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 、あーここ聞かれたな、すいませんここちょっとあそこ聞くみたいな。じゃあちょっと次は私も呼べって言っといて、いつでも乱入しに行くから。まあ難しいところで、ただおそらくなんか東アジアのグローバルシステムの確立っていうのと何かは連動してますね。連動してますね。それは確かですね。アイヌだけの問題じゃないわけですね。日本側もやっぱり関連してるから物資が行くわけですね。こうこの辺りなんかもうちょっとなんかうまく言えへんかなとはいつも思ってるんですけどね。だから薩摩式土器の出土っていうよりもやっぱり日本式土器がどのぐらい出てくるか、全く土器なしで暮らしてたわけじゃないわけですから、まあだから鉄鍋への移行ってこともあるか、だから鉄鍋さんが陶磁器がやっぱり出てくるか出てくるんですね。そこら辺ですね。薩摩土器だけ囚われてっちゃダメなんでしょうね、きっと。さっきサハリンのね、はい、アイヌが、民家元に徴工してたって言ってましたよね。はい、これ徴工するときなんか国王と か、 なんかそういう地位がいるんじゃないんですか。いや、こういうところの徴工っていうのはヌルガンですか。はい、見に行ってきました。行ってきました。ヌルガンエネージの日、公約書に徴工するんですよ。これは民代ですね。そうですね。
あの現代は多分場所はどちらもアムウン川とアムール川の合流地点の、ティルという町のところに、現在ティルという町があるところにおそらく設置されていた、まあ、まさにアムウン川とアムール川と、それからこれかかりあのここ近いんで北方民族の交易センターですね、そこのところにこういうのを置いて、まあ、そこのところに、まあ、密輸物を持ってこさせると。長江は、環境の、あれですね、交易を行うと。で、ここに、交易することが認められているということは、おそらくサハリンに定住を認められたんだろうということですね。でこの場合も徴工するとやっぱ貿易してもらえて利益があるんですか、徴工する側に。むしろ徴工する側にめちゃめちゃ利益があると。だからこのヌルガン都市が廃止されると困っちゃうんですよね。結局まあ、コシャマイン戦争もこのヌルガン都市が設置されなく なくなっていって、要するにこの北からのこういうルートは途絶えてしまったから、まあ、北海道南部でああいう一連の事件が起こるという見方もあるぐらいで。まあ、どこまでそれは言えるのか難しいんだけど。まあ、中村和之先生の。まあね、言ってるけど、要は、首都まで行って国の代表が徴工するんじゃなくて、出先機関の出先機関、しかもある季節だけポンとできる交易拠点に来て交易をすると、それが、まあ、徴工のような扱いを受けるわけですよね。まさに未開の部族が来て、徴工してったと、皇帝のご意向にひれ伏していったと。だからいわゆる還付、向こうの錦ですね、還付ですね、はい、をもらうんだけど、竜の爪が何本あるのかって問題になるわけですよね。函館の博物館には4本とか5本の竜の爪があったりするんですよね。3本のはずなんだけど。あ、そう、あれ正式3本なんですか。いや、正式っていうか、要するに大クラスで、要するに異国のクラスとか官僚クラスは4でしょ。あ、そっか、うん、だから5になるとすごい、なんなのこれっていうのがあるわけですよね、函館の博物館には。北方民族資料館でしたっけ。あ、そうですね、連れてってもらいました中村先生に。これ面白い問題でして、だから我々が一般的にイメージする徴工とは違うんですね、こういう部族、うん、族長ぐらいの徴工っていうのは。ただ日本にはそうやって、まあ、どこ経由かわからないけど来てる錦がいっぱいでもないけど結構あってもてはやされるわけですよね、徴工品の交易品の。中村先生、函館高専の中村先生のご説では、要は錦を、還付錦を受け取ったそこら辺の部族たちにとっては、自分たちで自家消費することもあるけど、それよりは交易品に回した方がいいんでしたっけ。うん、まあ自分らであまり来ないんでしょうね、あれ。まあ来てる蝦夷酋長図とかありますけどね。まあ、交易品の方がいいんでしょう。1回ぐらい来て交易品に回すんでしょうかね。あれ、さらに言ったら、イシューレッツの場合、あれ、どうも、これ来週やった方がいいかもしれないけども、うん、イシューレッツ像であれ、結局、松前藩が想像図やったり、ずっと月の夜来てないし、あとそれから ああいう服を松前貸し出した通記録もあるから、まあああいうのはほとんど着なかったんじゃないかな。可能性高いですよね。あんなもん着てなんか絵格好してるの、あれ松前藩が俺たちの作ったああいうのイメージというふうにして、ああいうの貸し出した可能性だからな。コスプレさせて、うん、まあだから重要な交易品ですよね。うん、毛皮とか持ってってこうやって
錦をもらってそれを和人とかに売っ払うわけですね。うん、松前さん、松前義弘が江戸錦を着て家康に入って家康に、あの家康がすごいじゃなかったらそれを脱いで献上したという話があって、まあ、松前さんとか多分そういうふうにしてああいう時に着ていくもんやったいやいや、だからもう まさにあの異国の王ですよね。異国の王が、うん、マジナルマンの王が被覆する、うん、という一つの儀礼なんでしょうね、松前藩が。でしょうね、あれ。ちなみにあの歌舞伎でもう天竺徳兵衛 が出てくるときはアイヌの厚紙着てくるんですね。あ、やっぱりそういうなんかマージナルマンの記号論なんでしょうね。うん、少なくとも義弘、金弘二代に関してはもう完全にマージナルマン自ら自称して、自らもうマージナルである存在みたいなことをあの公言してますからね。またそういうことによって江戸幕府のご意向が高まるわけですよね。うん、でこのまさにその、1643年というのはそういう意味ではあの要するに駒ヶ岳の戦いとこの駒ヶ岳の噴火とそれがこの金弘の死というのはやっぱり松前藩にとって大きな活気なんだろうなと。なるほど、なるほど。当主から大名格へとなってそして大名へとなっていく。いや、あ、面白いですねこれね。ちょっと考え直してみます。ありがとうございます。やっぱりこれ大きな活気なんだろうな。だって鎖国の完成とも日本の西の方での鎖国の完成とも重なってくる頃ですよね。そうなんですよ。でさらに金広 の最晩年に初めてキリスト教がきあの禁止なんですよね、あれ。そうです。だって太后様が禁止しても逃れてきた宣教師を保護するわけでしょ、うん、そうです。だから遅いんですよね、かなり。あの松前藩の場合遅いです。法理が効かないわけですよね。うん、やっぱり日本じゃないわけですよね、あの17世紀半ば近くになるまで。そうなんですよね、あれ。うん、そこら辺って面白いですね。ほすいません、うん、確かね、1640年まであのキリスト教は公認されてたんですよ、松前藩では。そうです、そうです。あの伊達藩が遅い、伊達藩で1610何歩ですよね、あれ。伊達藩が禁止した あれでしょ、あの松前藩に流れ込んでくるキリシタンのなりわい、逃げてくる人たちのなりわいの中心が金堀でしょ。そうですね、あれ。だからキリスト教徒の最晩年はそういう金堀のルートで残る、松前藩に来る、うん、確かその頃作られてたあれかな、聖徳太子三歳の像の裏側にあの目台が はめ込まれてるのが確か松前町の文化財であったかな。ああ、ここら辺面白いですね。あの宗教的にも日本とは違う、うん、辺境全部から絡んできますね、ちょうどこの問題と。ありがとうございます、面白いこれ。でも次行きましょう。はい、はい、まああの掛け崎市にある道南制圧、あの古車前戦争話になってくるんですけども、先ほど言ってましたこの英楽、あの要するに、まあ、明代英楽の政治は終焉し、明とアイヌの交易の縮小と、アイヌに対する日本の影響の増大という話、先ほどの話ですね。これがまあ指摘されていると。で、あの、主な交易品はこういうものですけど、こういった、要するに、あの、アイヌ側からこういったもの、で、あの、日本側からこういったものが、まあ、あの、プラス陶磁器。そういう中で有力者、盾主の形成と、その上位権力としての土佐湊の、津軽藩同士の支配。まあ、この津軽藩同士に関しても、まあ、前回やったのであんまりもう、言いませんけども、これもいろいろと考えなきゃならん問題残っていると。で、まあ、古車前戦争以降、北海道戦国時代が、始まるというふうに言われています。この辺もあの文献的にはあんまりわからないんですが、私は個人的には古車前戦争という形で、アイヌ対和人の関係というふうな、
見方で捉えるのは、うん、どうなんだろうという、この辺はアイヌ、盾主同士の争いだったんじゃないかなと思います。まあ、最終的に、この戦国時代の柿崎氏が道南地域を統一する、ことと、それから神の国の勝山盾、まあ、この、この発掘から実にいろんなことが分かってきたという話も前回ありましたね。要するに、まあ、実はこの、勝山盾というのは対アイヌ戦争のまさに最前線と思ってたんだけども、実は結構なアイヌが、居住しており、アイヌ式の埋葬と、和人式の埋葬が、まあ、混在しているという、そういう意味でアイヌの文化がそのまま、受け継いだまま生活している。さらに近年関根達人さん先生が、まあ、いろいろ、やったんですけども、結構そのアイヌのところに、アイヌの墓に埋められているアイヌの人骨もかなり和人に近いものがある一方で、その食うてたものはやっぱり、海藻とかが多く、アイヌの、食生活としてあったのかなというか、まあ、その辺の研究も少し進んで生きてはおるようです。とまあ、こういう、まあ、柿崎市の道南制圧の延長線上に、先ほど、説明したこの城下攻撃体制、があるわけですけども、城下攻撃体制というのは、まあ、まず、柿崎氏が、豊臣徳川政権から道南支配を公認されると、いうことですね。先ほどちょっと出てきましたけども、イエズス会の宣教師が、乗り込んできていると。まあ、特に、これ秀吉による禁教令以降の話なんですけども、松前金広、先ほど出てきたこの松前金広が、の言葉としてこの松前日本ではないと。だから、キリスト教の、別にやってもらってもいいよという話を、しています。さらにこれ、松前は日本ではないというのと、それからもう一つ、これ訳として、松前は、松前殿は日本人であるが、蝦夷の王でもあると。松前殿は日本人であるが、蝦夷の王であると。これ、訳が悪いんちゃうかなと。原文見てみると、ポストクエ・ヤーパオとあって、日本の支配に服しているとは書いてあるんですよ。ただ、これ実は、プロトコルでははっきり、日本人と、ハポエスと、それからヤーパオは明らかに使い分けてるんで、この場合、ここの訳見たら、ポストクエ・ヤーパオと書いてあるんで、日本であると書いてあっても、日本人であるとは書いてないですよね、これ。松前殿は日本人とは、これは私は誤訳やと思ってます。多分、日本の支配に服しているがというのを日本人と訳しちゃったけど、これは意訳が過ぎるんじゃないかなと、個人的には思っております。で、それを論文したんですが、何の反響もございません。まあ、これ、宣教師 に、にはこういうような、アイヌが、かなり多くの、船を、買って、まあ、松前に攻撃に来ると。で、この辺、宣教師のあれですの、ラッコの皮、あるいは酒、絹織物、いわゆる江戸錦ですね、こういったものを持ってきて、米と交換していると。あるいはニシンとか、そういったものもあって、まあ、これも地域性がありますよね。で、とりあえず、まあ、松前南部、津軽藩にアイヌとの交易拠点が、形成されていると。で、これが江戸時代初っ端までの、城下交易体制やったんですが、まあ、こういうことだったわけですね。要するには、解禁解秩序体制が完成していく中で、いわゆる松前口の完成と。要するに、これは結局松前藩への一本化を意味すると。それまでアイヌの方が出かけてたのを、松前藩が商い場を設置して、家臣がこれを治療すると。商い場でアイヌとの交易。この頃になってくると酒がかなり需要が増えておりまして、主として酒と米と言われてますが、まあこれはケースバイケースです。まあ一番目立つのが酒と米ということかなと思います。基本的にこれ実は、商い場では、
和人の定住は禁止されてて、あの基本的に秋にあの和人がやってくるんですね。でそこで酒と、まあ、あの米とを焦がしていくと。米相場の値上がり、酒100に対して米2頭から7升へというふうに、これで見るとあの2倍以上、1俵の価値が実は違うんですよ。あの実は蝦夷地に持っていくと米の倍、単純計算で、内地の倍なんです、ね、だから1俵あたりを、米4頭で、和人では確か取引じゃん。で、あの和人同士では。で、アイヌの方に持っていくときには、あの1俵を2頭としてあの計算していると。それが、米100、あの、さっき100にして、昔は1俵やったのが7升に減ってる図。そういうふうなんですけど、もともと、やっぱり輸出すると、高くつくと。まあ、あの、アイヌ勘定っていうのはそういうことだろうとは思うんですけども。で、これは結局、あの、商い場事業制による松前藩独占化が背景にあって、まあ、あの、石狩の歯浮かせとかの、不満も結局ここに集約されるんですね。結局松前藩が独占してしまっていると。いうことだから津軽藩が来た時にあの津軽の、家老に対してそういう不満をぶちまけるのは結局、まあ、松前藩に対して相当参加しなかったけども、まあ、羽生家政八郎右衛門余市の八郎右衛門あるいは石狩の羽生家政にとっても、松前藩のやり口が非常に、まあ、あの尺に触っているということですね。まあ、あの結局こういったことが不満にあると。これが釈書院戦争が起こった結果どういうふうになっていくのかというのはこれもちょっと見ておきたいんですけども、釈書院戦争が終わりました。で結局、まあ、よく言われるのは起請文の提出、まあ、この起請文というのは、松前藩への服属を求めると、それから和人の通行の安全保障、それからあのこの時はっきり他藩との交易の禁止というのをアイヌ隊で通達すると。で、あのこういうふうな、まあ、アイヌにとってのマイナス面があるわけですけども、同時に、この交易レートを固定化すると。まあ、あまり違法には固定化しないんですが、少なくとも、確か、あの、さっき100に対して米8升に、固定化して、大規模な値下がりは、これ以降避けられる。買い叩かれることはなくなってくると。これは、まあ、あの、釈迦に戦争の結果、アイヌサイドが勝ち得た、一つの成果とも取れると。ただ、釈迦に戦争の、影響というのは他にも大きくあって、この和人通行の安全保障との、あれですけども、アイヌの武装解除、いわゆる、あの、刀狩りみたいなのも行われています。ただ、あの、その一方で、和人の蝦夷地での活動はかなり制約されます。要するに、あの、通年の滞在が禁止される。あの、要するに、蝦夷地での定、あの、和人の定住は、とりあえずストップがかかる。で、これによって、あの、金掘りというものが、あの、河川を荒らすということがなくなっていくわけですね。これ一つの、アイヌにとっては、あの、フラストレーションだったわけであって、この釈迦院戦争の結果、アイヌと和人の間の交渉で、あの、和人での活動の、活動は制約されていくと。まあ、これによって、あの、アイヌサイドのエコ的な面では、守られるわけです。ただ、多数の商い場を統括する総大将と言われるレベルの人間は、あの、消滅、あの、解体されていきます。多数の商い場を統括する、総大将は消滅しますが、商い場の、あの、システムが、あの、こういう形に、まあ、編成されていきます。要するに、あの、コタンの長としてのおさびと、で、そのコタンいくつかまとめた形で、あの、まあ、あの、コタンつなぐ、こういうふうに、こう広がっていくのがあれですよね。これはちょっと、あの、不正確で、まあ、川沿いにこういうふうにいくつかのコタンがこう、整理してると。で、こういったものを統括する、あの、総サビと和教サビと体制っていうのが、出来上がっていくと。まあ、あの、考え、あの、これは、あの、もともと彼らの、あの、松前は小型調子つけてたので、もともと彼らはそうが出たんだろう。あの、つな、釈迦院はもともとここだったんですね。あの、科目隊員がこれで、あの、捜査人で、で、あの、科目隊員が死んだ結果、和教査人の釈迦院が、新たに捜査人について、で、あの、
参画したと。で、もう一つ言うと、実は、釈迦院の、釈迦院の娘婿って和人なんです、あれ。そういった形では、やっぱり制約、これは、アイにとっても大きいんですが、和人にとっても、松前藩にとっても、これっていうのは、意味がある、ね。例えば、釈迦院の娘婿である、和人が、ブレーンとして、釈迦院にいろいろな、入れ知恵をしているというのは、証人ですから、そういう、和人の証人が、釈迦院娘婿として、松前藩サイドではなく、釈迦院サイドとして戦うというのは、やっぱり、いかがなものであるかと。ただ、同等地域でどの程度の規模なのかという、これ議論があるわけですけども、同等の方ではどっちか言うたら、比較的独立性の強い権力が残っていたことが、指摘されています。で、これが結局、江戸末期、幕末まではいかないか、18世紀末、19世紀初頭あたりまでは、同等地域では、比較的独立性の強い、捜査人。これ結局、サンプルが、イコトイという人物なんですよね。で、そのイコトイという人物が、を中心とした、この、隕石のネットワーク、これをどう評価するのかっていうあたりが実はちょっと、難しい問題なんですが、その辺については、ちょっと次回以降の、次回の課題にしようかなとは思っておりますが、これをどう評価するかっていうのはちょっとまだ、難しいところであります。最近のどっちかやったら、そんな総大将という形でいくつかのコタン、いくつかのこういう、多数の商い場を統括するレベルののが、同等地域では遅くまで残ったというのは、課題評価なんじゃないかなという方の方が、どっちかやったら盛んかなと思います。いうことで、一旦ここで切ります。一応、あと、これずっとあるんですけど、これまでやっていくと大変だし、これ次回の、次回以降、次回生まれたら、異臭列像を見ていく中で、新たに問題した方が話が早いかなと思います。武山村版の異臭列像と、武山村版の異臭列像と、それから、最もいい写本と言われる、これは、広島北桶本異臭列像、絵はがきがありますので、これを題材にして、異臭列像の話をした方がいいのかな、というふうに思います。ということで、一旦話を切ります。はい、商い場っていうか、アイヌの捜査人、はい、分布が川沿いっていうのは、それは今までアイヌ論論じてる人のあまりにも内陸志向すぎるんですよ。そうじゃない、そんなタイガーがないところにもアイヌはいるわけですよ、うん、そういう時は海沿いのアイヌ の連合、あはは、考えなきゃいけないんだけど、割とアイヌ研究してる人ってそこら辺スポーンと落ちて、やっぱり大河沿いの方にばっかり目が行くんだよね。あ、ここで北海道なんてそんな大河ないとこいっぱいあるもん、うん、これ明らかに視野狭窄を起こしてるんですよ、研究者が。北海道南部見てよ、そんな川沿いで展開できるような連合ができるとしたら、八雲のユーラップ川と上六人のところ天の川ぐらいですよ。うん。あとない。ちょっとだからこの議論はやばくて、秋田山だって浜で区切られてる秋田山ありますからね。ああ、はいはい。ちょっとこれは危ないなと思いました。それから同等において複数の大きな商い場を持ってって、だから商い場の大きさが違うんでしょ。うん、お口に行くと何とも、だから把握できてないわけですね、松前藩側も。うん、だからその把握の掌握の差っていうのもあるのかなという気がしますね。どうなんでしょう。
とそれから研究の方で言う、研究者の頭の方の話で言うと、多分この、この道東地域でのサンプルは結局、イコトイという厚岸の人間なんですよ。そうなんですよ。うん、でこの厚岸の、イコトイが結構幅広く、隕石関係を持つんだけども、これ上下関係として捉えると、そら、巨大な規模になるんだけども、要するに、ただ単に、血のつながりがありますよだけやったら、別に、イコトイがなんか、他の連中をこう、束ねてるというような、そういう感じで、厚岸範囲のレベルの、の権力者であるという可能性も当然高いわけであって、この辺昔は、解放さんなんかはどっちかやったら、とうとうに巨大な権力を想定したけども、例えば、岩崎直子さんとかではもうちょっと、そのあたり、そんな、これどうというもんじゃないだろうと。いうような話で評価が分かれるところですね、その総大将というのはこれアイヌ側なんですね。アイヌ側ですこれは、うん、確かこういう字がこういう正しいのかな。実は松前藩の確かね、軍役体制から見た松前藩の藩士ってまあ士分足軽とかじゃなくて、いわゆるほんまいわゆる武士ってあるそこそこ小国なんて80、確か80人とかすると思うんですよね。うん、そのぐらいでしょ、100? 100人がいるかはないか。いるかいないかでしょ、うん、まあ、うん、兵士まで入れてね。うん、多分最大限でも多分100何十人ぐらいしか多分出せないのあれ。100いるかいないか。うん。本州の大名でいうと、すごく小さな大名なんですね。一万石角ですから。万石ぐらいですね、100ってことは。うん。で、100でそれに中元足軽ついて、動員300。軍人。松前藩の話、そうですね。松前藩はそう、まさにそのレベルです。確か80とか言ってたんじゃないかなと。100なかったと記憶してます。いわゆる藩士っていうのは、確か、100ないんです。ないわけです、あれ、確か。うん、松前藩は。だから、陣屋を構えている万石大名。陣屋ですよ。若狭の陣屋。に毛の生えた程度。うん。表現たくさんあるの。山崎藩とか、林田藩とか、新宮藩とか、ああいうレベルですか。三草藩とか、そのレベルです。どういうレベルです。動員能力は。ただ海軍力ってことからは臨時で船を挑発できるんでしょうね。うん。ただ内陸戦闘力がどの程度あったかっていうと、いやもうほとんどないんちゃうかなこれ。300増票含めて300とか500な集められるか。一個中隊ですよ。確かね、国後江無しの戦いに派遣された松前が総勢で250です。そんなもんでしょう。なんか最大規模で、要するに本陣からにして、本陣の守備部隊入れても500いない。うん、いないです。多分その250のはもうほとんど出してるはずです。だと思います。300ぐらいが実数かな。うん、よく戦いますね、こんなんで。結局、仲間割れ、結局、ですね、国後江無しの戦いでは、お味方アイヌという、国後の月の絵と、それから、ノッカマップの証拠の協力がなければ、どうにもできません。そうです。その程度なんですね。多少、アイヌよりはいい鉄砲はあったかもしれないけど、うん。いかんせん、その程度ですよね。だから山岳ゲリラ戦なんてやられたら終わりですよね。終わりです。だから仲間割れしかないわけですよね。その程度の小さな藩で派閥争いをやってたんですか。そうです。だから藩主継承権がありそうなぐらいの有力家臣が、早い話が80名中10名ぐらいいるんです。うん、一箇所に来るのが。家老って、下国家を除くとみんな松前の一門ですから、もうそらね、こいつらみんな一応狙いますからね。
まとめよう、うん、要するに下国以外はほとんど松前と掛け崎なんです、うん、下国っていうのはあの茂平寺、茂平寺の茂平寺の下国守護と呼ばれるものをついてるから下国ってんだから本当かね、まあ、それはいいんだけど、ね、あの途中であの結構早くの段階であの松前藩からの養子が入ってます。そうです、だから全部一箇所なんです、全部一緒で、ただ一応建前上下国は藩主にはなれない、藩主に継承できないが、一応 こいつらは一応松あの一が一門で、あとは全部柿崎を名乗ってるやつらは多くはあのしかも藩主のなんかあの息子とかから継がせてますからね、あれ。そうです。河野もそうですね。うん。で、最終的に松前になっちゃうんですね。うん。一時期河野名乗ってんのも。松前景広なんかそうですね。ね。親鸞の記録。うん。だから、あれですね、あの、みんな継承権ありなんですよね、10人。うん、80名中10名が継承権あり。ぐっちゃんぐっちゃん。すらもめますわな1万石程度で。しかしあの利権が大きいですね、これ。あ、実は金はある、利権がでかいんですよね。うん、なんか一説では10万石ぐらいのミリアル言いますからね、うん、それで80人です、80人で20万石やったらそれは大きいわな。いや、だから松前景広ぐらいであんないけるわけでしょ。うん、親鸞に恩成寺行って親鸞にこもって坊さん相手に金バンバン振り回って何だかしてもらえるわけでしょ。そうですね、普通の1万億の家臣がそんなことできないですよね、宿老氏は、うん、金あるわけですよ、リッチなんですよ。だから転封されるとシャレだな。そうなんですね、下北半島に転封されて3万億になると食えなくなるんですね。一番下のやっぱりあの陸奥の柳川藩にあの1万石、あれあの添付された時が9千石です、あれ。あ、そっかそっか、9千石に似て、多分彼らの家臣って9千石レベルで考えるべきなんですね。うん、だから80ですね、100じゃなくて。そうか、確か9千 何百石で確か添付されたので、それ大名ちゃうやんと。うん、あくまで大名格なんですよね。うん、だからそんな中でも幕末になると老中格が出るわけですよね。あれはすごいですね、うん、この松前藩の悲哀っていうのは今度ゆっくり教えてください。はい、松前高広はあれですよね、多分松前藩の藩主で金広以降唯一健康な藩主だったんじゃないかな。そうですね、うん、しかしすごいすごいマイナーな話ですね、これね。松本先生とか、ちょっと、ああ、そっか、釈迦園の LINE 読んでると。一応。わかるか。うん、全然こっち知識ないから、本読みましたよ。釈迦園ってね、アマゾンで探したの、これしかなかった。読んでもわかりませんけどね、この本の。うん、平山先生ってこれ。平山さんはもともと小学校の先生ですね。あ、そう、小学校の先生です、この人。うん、他にないんですよ、図書館でお探しましたけど、新書あたりであるのかもしれない。ないんです。釈迦さん読みやすいね、さらっとしたのがないかなと思って探したんですけどね、小さな町の図書館にはなかったですね。古い本やけども、割合一番いいのが、あったあったあった。これもう入らないって入るかな。これ便利ですよ。あの、アイヌ民族の歴史と文化、山川出版から出てるやつ。はい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 、はい、うん。これ一番便利やなと。この薄いし。あの平山さんってあの結構回りくどいんですよ。あのたくさんたくさん抱えてくれはるんで、あの読んでて。そうなん、たくさんたくさん書いてるんだけど、あの本筋がね追いにくいんですよ。うん、ちょっと思い入れが強いですね、いろいろと。うん、言っちゃ悪いけど。だから今日だいぶ見えてきました。
ようやっと脳みその中がいろんなこととつながってきて、交通整理できました、脳みその中。ちなみに YouTube で見てらっしゃる方の、私、函館の出身なんで、断っておきます。でも、釈社員っていうのは最近、高校の教科書ではね、大きく出てるんですよ。出てきますね。中学入試でも出てきますわ。前、こんな、なかったのにね。うん、私は高校からなかったですね。うん。釈社員と釈社員。山川の教科書に、乗った時は私が学生の時で、勝俣先生とか、なんで北海道市を無視するんだって随分詰め寄った頃ですね。うん、私にとっては日本史っていうのは、国史というのは外国の歴史ですって。ああ、うちの指導教授の杉谷先生は、北海道に研究力を行かれた時に、北海道には中世史がないからなぁ、言うて。日本で一番前の先手なのはどこなんだよ。いや、最初、北海道は日本史歴史がないからなぁ、言うたら、アイヌ史の研究してる学生が、って顔見て、まあ、中世がないからなぁ、言うてたら、今度は中世の北方やってる人たちが、って顔見てして見てたけども、そこはもう通じなかった。なるほど。だから、あそこ行かなかったの？しのりとか。髪の毛とか。中村先生に連れて行ってもらいました。いただきました。いやいやいや、そうじゃなくて、その指導教員の先生。あの頃、もうすでに あったと思うんだけども、まあ、それが1990年やったから、まだ。いや、もう松田明も髪の毛発掘してるじゃん、だいぶ。まあ、発掘はします。これ本が出てくるのは多分92年か93年なんですよ。それから、しのりだっての前の線は有名でした。あれはもう有名でしたよね。あれはもう80年代では有名だ。まあ。そんな扱いなんですよ、北方市っていうのは。そうそう。なんか、馴染みのない人には全く理解が難しい。ね、だから松前藩のイメージで、これで、ね、万石程度、本当に万石あるかないか。うん、ただ銭は儲かってる。あんな城作れませんよ。万石とか、三万石で。あの松前城ですね。天下武神でも何でもないですから。うん。松前藩がそんなにその100人程度しかいないとは思ってないですよね。まあね。地図には大きく出てくるし。だからあの松前藩の兵士レベル、宿老衆じゃなくて、うん、兵士レベルの一族で、唯一全国区で有名なのは長倉家ですね。あの新選組の長倉新八。あ、はいはい。あれが松前藩の兵士、そうですね。あ、そうか、長倉ってそこなんやな。ええ、松前藩です。南蛮隊の隊長でしたっけ。剣術の達人ですよね。まあ、こんなのもいるけど、ほとんど資料に出てくるのは柿崎と下国、松前。うん。いや、くだらない話です。長倉新八まで出しちゃってすいません。新選組なぁ。これ、しょうもない質問ですけど、なんで柿崎を松前に変えることになったんですか？それは松前守護を持っとったからです。まあ、どっちが松前ですからね、彼らの本拠が。これまたしょうもないことを松前藩は言うとって、松平と前田からボロタ言うて、まだそういう話を出て、まだそういうデタラメを自分で言うみたいな。そうそう、まだそういうデタラメをすぐに、あいつらほんまに、ほんまに息を吸うように嘘を吐きよるなって言うんだけど、まあ、松前と地名があるからですね。諏訪大明神の言葉にも、マトゥーマイヌと出てきます。なんかこんな字やったかな、確か。バンド。そうですね。最後に、ね。こうか。そうです。だから、南北朝期には松前って地名はあるわけですね、まとうまい。うん。だから、そこが、安藤氏側にとっての支配の拠点の一つなわけですね。津軽半島の向かいですから。で、重要拠点、まあ、その時は、臼毛尻の方が、
もう壊滅してますからね、アイヌに取られて、うん、まさにマタウマインを掌握するっていうことが三種語体制の中の主席、まあ、主語だと、うん、だから俺が蝦夷地の支配者なんだっていうことでしょ、あの名前はですね、あれは柿崎なんていうのはね、下北半島の港、ま、ちっちゃな港町の地名ですからね、うん、結局そこを乗ってる限りはあの蝦夷地の支配者になりませんわな、なりませんね。ああ怪しいですよね、柿崎っていうのはいつの間にか上の国に乗っ取って、うん、あれ多分南部市側の記録が多分正しいんだろうな、柿崎氏の出自に関して言うと、まあ、ざっと説明してください。1分ぐらい。まあ、あの、柿崎クロードってやつが、あの、南部藩で反乱起こして、八戸平氏に潰されて、北海道に逃げたのが松前藩のであるっていう。うん、信羅だと安藤と一緒になって逃げたとかなんとかですけど、違います、うん。逃げたんですね、単にね。うん。で、だから、直近の薄毛尻県には、薄毛試験にはいられなかったんですね。うん。もともとは南部の影響の強い。だから、反対側の津軽の影響の強い方に逃げざるを得なかったっていうのは正しいと思います、私も。うん。それからもう一つ気にかかってるのが、あの、宣教師の本では絶対にこれ、松馬 A で、松馬 E なんですよね。松馬 E。いいなんですね。だから多分これ、この地名、これ字が多分当て字で、うん、こっち、これは正しいんでしょうね。だから多分あれ、松、まあいいなんですよ。多分うん、ただ、あの、A のこといいって発音しますからね、北に。そっか。舞にならえって。ああ、それは。舞にってことですね。うん。そうか、そこを考えないかんな。それはちゃんと考えないかんな。だから別に字としてはいいのかなという、うん、まあ、まあいいだったと思うんですけど、多分、まあ、さっきに発音があってから字がついてるんじゃないかなと思う。そうですそうですそうです、うん、まあだからここら辺面白いですね。ぐちゃぐちゃの北方市わかんない。まあ一次資料がないからな。ええ後世の編纂物同士で、南部の編纂物と津軽の記録と江戸時代になってからの、あと一族、松前の一族の書いた、うん、ちょっと若干松前にとって不都合なことも書いてある記録と、あと一族家父ですか、松前の、うん、そんなものしかない。あと宣教師の報告書がちょこっとあって、それも編纂物でチースリックでしたっけ？うん、チースリックさん、そうそうそう。これですね。北方探検史という本で、あの、まあ、この北方探検史の間にね、ちゃんとあの原文がついてるんで、うん、あの、そうですね。原文がついてるんで、このポルトガル語おかしいなと思ったら、ポルトガル語を見て、読めるの？いや、読めないけども、辞書を一生懸命ヒキヒキしたら、ある程度。なるほど、偉いな、そこまでやる気は到底ないんで、私。全部ありません。苦しくだったら、井川先生に読んでもらうとかね。うん、まあ、面白いですよ。面白いですよ、これ。全部は読めないです。なんか、訳読んでて、うんと引っかかるところを、ちょっと、あの、そのまま後ろの方見たら。これがちゃんとついてるのありがたいと。いや、あの、ちょっとこれはもうほとんどマイナーの局地の話なんで、ほとんどの人がついてこれない。北海道がついてきてくれほしいなって。あの、議長ちょっとまとめてください。どんどんマニアックなところに2人で陥没してってますんで。いや、まあ、いいんですよ、いくらマニアックでも。YouTube に上げといたらどこまで見るのか知りませんけど、1週間で意外と100人ぐらい見てますからね。ほんと？ただね、見た後どこまで、2時間のうちね、どこまで見たか知りませんよ。3分でやめたとかね。今回はもう途中でアウンの人多いんじゃないですか。意外とでしょ、見る人はそのまま見れるでしょ、これ。うん、まあちょっと他のとこじゃ聞けない話ですね、今日のはね。うん。
応仁の乱だよね。観音の上乱の話は他のとこでも聞けてもね、うん、ないですね。 YouTube で維持率って出るんです。あはは見始めてね、はい、100人のうち何人がどこで辞めたかというね、あーデータが出るんです。だいたいこの 20% ぐらいですね。あ、最後に行くの。あ、そう、うん、100人のうち20人は最後まで見てるんや。それすごいですね。専門家じゃないですか、みんな。誰が見てるんでしょうね。で、私の作った高校生のやつだとね、30から40%ぐらい。短いのと優しいのとで。あれじゃないですか、それこそ瀬川さんとか、中村秀先生とか、和幸先生とか見てたりして。やだなぁ。多分、瀬川先生は見てないと思うけど、あ、でもあれ。中村先生は怪しいね。うん、中村先生は見てるかもしれないね。まあ、なんか、上げっぱなしにしてますからね。誰でも見れるんで、どん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 見る人が増えていくんで。例えば、Facebook で私シェアしてる、拡散してるじゃないですか。はい。中村先生と私、Facebook でつながってますから。私もつながってます。瀬川先生ともつながってます。ね、だよね。だったら見てるかもしれない。半ラスの日もないんじゃないかと思うけど、まあ、あのマニアックな話すごく楽しかったです。今日は、でも今日は2時間経ったんで、はい、次回はじゃ あ、 あの異臭列像をやりましょうか。このシャクシャインセンスの続き、はい、ね、こういうあの、いわゆるアイヌエの最高峰と言われる異臭列像、うん、まあこのこの人なんかあの、ちゃんと江戸錦なんか来ちゃったりして、これなんかもすごい有名な絵ですよね。月の絵、ロシアの軍服と江戸錦を着ているという。そうですね。で、ロシアのブーツを履いてるという有名なやつですね、うん、これも有名なイコトイさんですね。はい。で、これもロシア、これは両方とも江戸錦か。でも来週は、はい、それをするということで、今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。